メグです。今日なんですけど、マユアーズのリタッチに、グロークリニックにお邪魔しに来ました。よろしくお願いします。お願いします。担当していただいている山田さんです。今日はリタッチなんですけど、はい、結構定着良くて、普通にその先とかもちょっとあるんじゃないかなと思います。ちょっと確認していきますね。はい、はい。なんかあの萌子さんが川口ヘアクリニックで、はい、あの施術とかされてたじゃないですか、ヘアクリニックでも YouTube されてるじゃないですか、はい、そっちも確認して。え、そっちも確認してくれてるんですか。定着具合を。あ、なるほど、定着具合ね、はい、あの眉毛の方ですね。あ、もうもちろん分かります。メイクしてたらなんかここら辺のオペの時とかは、多分スピンになってるので、定着の具合が見れますね、私のチャンネル。そう、そうなんですよ。すごくメイク楽になりました。あ、そうですか、良かったです。ありがとうございます。みねこさんの動画見ましたと、お客様来ていただきましたね。あ、そうなんですか。はい、はい、なんかそれとあとお客様で前からリップに来ていただいている方が見ました。あ、そうなんです。いるやみたいな。そう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 、出てますやみたいな。出てるって思ったみたいです。デザインです。はい、お願いします。お願いします。もう美人眉っていう感じです。可愛い目指してるんですけど。可愛い目指してるんですか。あ、そうなんですか。でも顔は美人って感じですよ。そうです。どっちかというとそういう系統に入っちゃうし、こう眉毛もそういうデザインになります、うん、そうですね。デザイン終わりました。でもちょっと眉毛が上がってた方がなんか元気に見えますね、顔は。萌子さん角度あった方がね、うん、いいと思いました。年齢いってくるとなんかこうガッてやった方がいい気がする、うん、元気に見える。結構山田さんってしっかりこう丁寧にやってくれるイメージがあるんですけど、どのくらいかかるんですか。はい、初回の方は3時間ぐらい、時間かけてしますね。まあ、カウンセリングでも時間かかりますし、あとデザインとかも時間かけてするので、やっぱりそれぐらいかかっちゃうんですよね。結構研究熱心ですもんね、山田さん。なんかインスタとか見たらなんかめっちゃ勉強してるっちゃう。見ていただいてるんですか。見てますよ。すごい、ありがとうございます。大丈夫か。はい、 OK ですか。はい、はい、ではこれで入れていきます。山田さん全然ダイエットとかには困ってないんですか。梅子さんがダイエットしてるのが不思議な感じで見てますけど、食べるっておっしゃってましたけど、でも全然太ってないし、もうそんなダイエットする必要ない気がする。で、絶対なんか誤解を生んで、私もなんかインスタとか見てたらすごい細い人いるじゃないですか。はい、いや絶対もっと太った方がいいってとか思いながら見てるんですけど、はいはい、ああ、だからそれと一緒で。そんなに細くないかなって。いやいや、梅子さんめちゃくちゃ細いですよ。全体的にパウダーを入れていきます。で、今回毛並みなしで、はい、アウトメイク増えてません今。増えてますよね。どこ行ったらいいかわからんはあるかもしれない。アウトメイク山田さん的にどうやって選んだ方がいいよとかあります。やっぱりクリニックではなくて施術者で選んだ方がいいとは思いますけどね。まあ、インスタグラムとかあと症例写真とかで見つけていただいて、話聞いてくれそうとか、そういったところが、まあ、難しいところありますけど、その提案したものがどうなのかっていうのが悩まれる方も結構いらっしゃるので。ヘアラインとかも入れる人いるんですよね。あ、流れとか、はいはい、すごい気になってるんですよ。集めるとあいた感じ。そうですか。おでこがなヘアラインは、まあ、経験がよくある方にお願い。私はしてないので、はい、あ、そうなんですね、はい、やっぱ違うんですね。ここに入れたらいいだけじゃんっていうわけじゃないんですね。やっぱりこことここの皮膚って全然違うんで、こう綺麗に線として残らないと思います。眉毛もレメコ様とふわっとしてるじゃないですか、はい、その感じで頭も一本一本の線もふわっと なっていくんですよ、うんうん、でそれがまあ馴染めばいいですけど、ここにこう線がこう人工的に入ってると馴染まない方もいらっしゃるので、頭皮のアートメイクはね除去ができないので、はい、まあ、なかなかヒリヒリしますか。大丈夫ですか。大丈夫です、うん、眉毛のラインに沿ってちょっと入れてもらってたんですよね、多分。今日はあのパウダーだけ入れてます、うん、毛並みは入れずに。はい、はい、濃
この人に似合うなんか眉とかどうやって決めたらいいんですかね。だいたいここの骨格とかで決まっちゃうのと、はい、あと眉毛の毛流れがあるのである程度こう決まっちゃうんですよ。もともと持ってるものから大幅に外れると5年後とか10年後とかどんどん顔変わっていくので、はいはい、その時に支障が出てくるかなっていうふうに思います。まあ、だいぶいい感じです。またこれが薄くなってふわっとしてくるので、まあ、大丈夫かなと思うんですけど、ここはね、こう傷があるので入りづらいです。やっぱあれですか、その眉下切開とかの傷があると色がちょっとそのあたりは入りにくいんですね、はい、入りづらいですね。で、まあここら辺はしっかりめに入れてて、まあ、ここは全然入れてないので、まあ、ここら辺はこうふわっと、まあ、ほとんど残らないと思います。で、ここら辺また、まあ、眉尻しっかりめに入れてるのでちょっと色がつくかなと思うので、まあ、形は少し出るのではないかなと思います。ちなみにその眉下切開とかボトックスとかも含めて、その眉アート受ける前にどういうこと気をつけたらいいか全然わかんなくて。ボトックスはもう定期的に受けるものなので、うん、あんまりね前後っていうのは考えなくていいと思うんですけど、うん、1ヶ月は空けていただきたいっていうのはあります。眉下切開は形が変わっちゃうので、うん、眉下切開してから眉アートの方がいいですけど、うん、まあ、眉アート先にしたいんであれば全然先にやってもらって、うん、眉下切開でもいいですね。でもその後に多分また眉アートしないといけなくなってしまうと思います。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。山田さんです。